生何回目とかありますか？僕は個人的に5回目ぐらい。めっちゃ来てる、ね、我が人生で一番うまいと思う。めちゃめちゃ美味しいです。コシがあって、で麺も太めで、あの喉越しもいいです。静岡市葵区人宿町にあるうどんエイト。シンプルでおしゃれな店内では、定番のかけうどんから創作うどんまで30種類を楽しむことができます。週末には行列ができるほどの人気店です。まあ、小麦粉もそうだし、だしもそうだし、金額に制限されずに、とにかく美味しい一番のものを使って、手打ちにこだわって最高の状態で組み合わせたうどんをと食べてもらいたい。店の人気メニューが和風明太クリームうどん。うわ、最高の組み合わせ。しめじの入った洋風クリームソースに、うどんだしを合わせたつゆ、明太子の塩味が効いた癖になる一皿です。京都のだし専門店から取り寄せたトビウオから取っただしを使っています。全部飲み干しちゃう方が多いんですね。やっぱそこはあのだしが使ってあることによって、濃厚なクリームの、あの重さだけじゃなくって、ちょっとさっぱりこうだしの効いた感じ。ぜひうどんと一緒に頼みたいのが、全7種類から選べる天ぷら。米油を使うことで軽いサクサクの食感に。揚げたてをリーズナブルな価格で一つから注文することができます。美味しそう。うどんエイトの一番の魅力はもっちもちの麺です。茹でたてを食べてほしいと圧力鍋で調理しています。圧力鍋。麺はすべて山本さんが3日間かけて手打ちしています。香川県の小麦粉に炭酸水を使うなど、5年もかけて独学で作り上げました。熟成時間など今も試行錯誤を続けています。時間をかけて作られてるんですね。本当にね、本当に難しいですよ、うどんの生地って。なんか子供の面倒を見てるみたいな感じで、それこそ深夜にこう温度見たりとか、気温と湿度と見ながら常にこう微調整していくっていう、もっと良くしてやろうっていうところはやっぱありますね。山本さんのうどんへの愛は、幼い頃ひいおばあちゃんが作ってくれた一杯から始まりました。なんか離乳食からうどんを食べてたみたいで、ばあさんがね、こうギリ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 包丁でスッと切って、こうやってずっと繰り返してるんですよね。それはよくね、隣でずっと見てましたね。ツルツルしてて、もちもちしてて、ピカピカしてて、あれは飽きなかったですね。作ってくれるたび嬉しかったです。これからの季節にぜひ食べたいのが、塩レモンネギ豚うどん。うわ、最高。豚のロースは特製塩だれをかけてバーナーで炙り、香ばしさをプラス。炙っちゃうんですね。かつおだしの効いた醤油ベースのつゆと半熟卵を混ぜていただきます。うわ。肉の香ばしさとうどんの喉越しが合わさって、暑い季節でもペロリと食べられます。スタミナもつきそうですね。なんか自分のね、こう一生かけて、時間をかけて何か料理として積み上げていくものをやってみたいなって思った時に、常に僕の近くにあったのがうどんだったので、幸福感を味わえるようなうどんが僕にとっての目指すうどんですね。山本さん、これからも頑張ってください。